なくて、なんか喋れるかちょっと心配なので、この配信でちょっと声出ししとこうと思って。 STU48 の小島愛子です。 あゆよかきくけこさしすせそたちちりめんパーティー。いいよいいよ。 ショールームは結構小さい声で、いつもの私の低いテンションでも全然皆さんがこうコメントとかしてくださって成り立ってるんですけど、ちょっとちりめんパーティーはね、佐竹さん、そして今日は矢野さん、そして千穂さんもいるので、一人だけじゃないので、しかも生放送だからしっかり声出していかないといけませんね。圭 一さん、キヨさん、カタカナのタカさん、ギフトありがとうございます。小千里さん、チバニアンさん、ユウさん、ありがとうございます、ギフトを。頑張っていきましょう。かっくんワイプさん、ギフトありがとうございます。こんばんは。今日は15分経過したら七並べのランキング発表をしたいと思います。なんかね、七並べのいつも書いてるノートをちょっとなくしちゃったんで、今日はスケッチブックに書きました。それは15分過ぎてから100位から読みたいと思うので、よろしくお願いします。はーい。こんばんは。お仕事などなどお疲れ様でした。今日朝ツイートしてないけど、またチリパが始まる前にツイートしようかなって思ってます。こんばんは。メタユリンさん、カックンアピさん、ケイイチさん、キヨさん、ギフトありがとうございます。ん？まだお仕事中？そうなんですか？ じゃあまだ引き続き頑張ってください。大丈夫ですか？お仕事中なのに配信見ていいの？いいね。そういう職場いいね。こんばんは、こんばんは。遊びに来たよ、ありがとう。マイセイさん、ギフトありがとうございます。チェキ届いてウキウキしてる。おお、チェキも届きましたか？いやーもうほんとね、早いね。10月20日、明日か発売日、明日ですよね。ああ、なんかドキドキするな。全国の CD ショップにジャケ写、私がの乗ってる私乗ってる 私本当に乗ってるかな、私の声入ってるかな。 それが並ぶんですよね、店頭に。うん。メタユリンさん、ギフトありがとうございます。並ぶかな。 嬉しいことですね。
入ってなかったら暴れる、暴れないで。すごいよね。今日 CD が届きました、ありがとう報告。自分でもらわずに、なんかどこか CD ショップ行って買ってみようかな。自分で CD 買おうかな、やめとこうかな。確認しようかな。タワレコ。分からん、買うかどうかは分からんけど。カタカナのタカさん、ハートありがとうございます。こんばんは。ゲストさん、ゲストありがとうございます。リミスタのメッセージ更新期限は今日までだそうです。お気をつけてください。皆さん、通常場には私いないから気をつけて。分かった、ありがとう。てかそうよね、私のジャケ、私ってジャケ写に乗るのっていうか、ちょっと確認しよう。広島にはタワレコ HMV がないので、初回限定版タイプ B ですね。私が乗ってるのは通常版。通常版、初回限定版タイプ B に載ってます。お、2期生の夏の瀬戸内ツアー昇格への道、決戦は日曜日の DVD も発売決定で載ってある。初回限定版タイプ B に私は載ってます、ジャケット写真。なんかいっぱいありますよね、あのタイプ AB なんとか、初回なんとか。私ああいうの覚えるの苦手なんだよな。しかもね、最近ちょっと違うことばっかり考えてたから、発売日っていうのに、明日が。うわ、
すごい、私の写真がある。すごい。あ、見て見て。みなみさんと私の写真、いい写真ですね。石田みなみさんと写真撮ってます。かわいいみなみさん。誰たちをプロモーションしないといけない。さあ、ヘタレたちを頑張れ頑張れ。こんばんは。今届いた CD 開けたら小島さんの写真入ってました。小島さんいた？小島さんいた？本当に？それ本当に小島さん？あんまり選抜様って言わないでください。なんか恥ずかしい。あんまり言わないで。マリトッツォさん、かわいいギフトありがとうございます。あ、ちなみにアップデートしないといけない。ジャケシャ様、ジャケシャ様どういうこと？こんばんは、こんばんは。じゃあ15分経ったので、七並べ発表、ランキング発表したいと思います。ゆき、第45回推しメンイベントの発表をしたいと思います。じゃあ100位からいきたいと思います。100位は、白うさぎさん。99位は小地里さん。98位はキヨさん。
97位はネスさん、96位はニコライさん、95位は風をまとうこの岬でさん、94位は神戸の正弘さん、93位はタクトさん、92位はシーマさん、91位は進撃の顔文字さん、90位はひなたさん、89位はたかしんさん、88位はシャンくん、87位はヨッシーさん、86位はニースさん、85位は春622さん、84位は菊池さん、83位は好きときめきとキスさん、82位は翼さん、81位はあいこじ応援中さん、80位はバッサーさん、79位はウェンディさん、78位はカルボナラさん、77位はヘギオさん、76位はアミタさん、75位はヒロアさん、74位はガミさん、73位はウデンさん、72位はシュリリンさん、71位はエスティさん、70位は肩の人さん、69位は寝てる顔文字さん、68位はナナコさん、67位は小次郎さん、66位はイレブンさん、65位はもやさん、64位は上田スポーツさん、63位はしんさん、62位はたかちゃんさん、61位はしんのすけさん、60位はソアラーさん、59位ははるさん、58位はだいだいさん、57位はしゅんさん、56位はナックさん、55位はヘスターさん、54位はイハクさん、53位はセンちゃん、52位はライクさん、51位はウィルさん、50位はアンフォーギビンさん、49位はソリオさん、48位はカイカイちゃん、47位はヘナくん、46位は癖が強い仙人さん、45位はシズハさん、44位はレンレンちゃん、43位はモピラさん、42位はコロッケさん、41位は奇跡の左足さん、40位はケイチさん、39位はタプタプさん、38位は既読スルーされたってさん、37位はズーミーさん、36位はポッポさん、35位は高崎彩子レオくん推しさん、34位はアヒルさん、33位はタルタリストさん、32位はビリーさん、31位もビリーさん、30位は森彦さん、29位は佐賀のりさん、28位は勇気小伊藤さん、27位はなぞなぞねるねるさん、26位は神月先輩、25位はおっくん、24位は明神たけるさんかな、23位はムンさん、22位はヘリアンさん、21位は雄大さん、20位はひろっちさん、19位は俺のあーかわいいだろさんどんな名前、18位はカジさん、17位は高うなさん、16位はお最後ですね、16位はひーくん、ありがとうございました。おはようグルト、夜ですよもうもう夜だよ、よし、OK。そして今から15位から発表したいと思います。アイコにちなんで15位から紙に書いてます。じゃあ読みたいと思います。はい、15位はエドモンドさん、14位はカタカナのタカさん、13位はシノッチさん、12位はクジマサ、あとコジマニアさん、11位はコトツネコさん、10位はキヨさん、9位は昇格&選抜医療リダブルオメさん、8位はマチャさん、そして7位はハルキングさんでした。ありがとうございました。私のカードで遊んでくれてありがとう。ありがとう。で次は6位からです。
6位は青鷹さん、5位はマフェリアスさん、4位は岩川田さん、3位は癒しの羊さん、そして2位はごまの孫さん。最後に、第45回七並べランキングの1位はさくらさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。45回のランキング発表はこれで終わりたいと思います。たかん、たかさん、マリトッツさん、しんいちろうさん、ギフトありがとうございます。ちんさん、ハートありがとう。通常版の写真地引きできて今日もいい日。おお、いいね。パチパチ。今日はじゃあラッキーデーですね。ありがとうございました。こんばんは、こんばんは。では今日の配信はこれで終わりたいと思います。ランキング、ショールームのランキングを発表して終わりたいと思います。13位ウォニさん、ありがとうございました。12位は小地里さん、ありがとうございました。お仕事中頑張ってください。夜遅いのかな、寒いので気をつけて風邪ひかないように。11位はマイセンさん、ありがとうございます。笑顔が一番、確かにそれは確かに最近すごく思います。11位ありがとう。はい、10位はキヨさん、ありがとうございます。ありがとう。9位はマフェリアさん、ありがとうございました。ありがとう。8位はソリオさん、ありがとうございました。7位は伊藤さん、ありがとうございました。変わった変わったよ、変わったんだけど。13位キヤさん、ありがとう。12位はゴニさん、ありがとう。11位はマフェリアスさん、ありがとう。10位は伊藤さん、ありがとう。9位はソリオさん、ありがとう。8位は青鷹さん、ありがとう。7位はカジさん、ありがとう。6位は小地里さん、ありがとう。5位はあっちゃさん、ありがとう。4位はネタウリンさん、ありがとう。3位はカタカナのタカさん、ありがとう。2位はユウさん、ありがとう。そして今日の1位は癒しの羊さんでした。ありがとうございました。ビビン。それではまた明日の配信やメール、チルメンパーティーの生放送で、会いましょう。お休みの方はお休みなさい。お仕事中の方はまだまだこれからも頑張ってください。うん、ありがとうございます。あと、あ、お知らせです。お話し会の再販が始まっているので、ぜひまた死にて終わった後に、あ、気になってたのになって思ってた方がいましたら、ぜひチェックしてみてください。
あとグッズが期間限定で販売されているので、そちらもチェックしてみてください。であとは そんなところですね。はい、私もちょっと風邪はひかないように気をつけます、寒いので。あとはちりめんパーティーが始まる前にまた一個ツイートしようと思います。よろしくお願いします。アザージャケットってまだ販売してる？アザージャケットもう終わった？覚えてない。まだ買えます、まだ買えます。21日まで買えます、当日まで買えます。だそうです。こちらは私に読んでほしいメッセージを入れて見てください。私がその当日に読むので楽しみですね。これもよろしくお願いします。はい、あさっての開始15分まで帰る、なるほど、だそうです。じゃあ皆さんいろいろと情報が多いですが、明日発売日なのでちょっとまたね、追うのも大変かもしれないんですけどいろいろチェックしてみてください。はい、じゃあ終わりたいと思います。じゃあね、バイバイ。